もいわ橋は、札幌市の豊平川に架かる橋。まこまない通りの橋であり、橋の両側で接続している道路は、主要市道まこまない市の路線の終点になっている。また、国道二百三十号や、国道四百五十三号にも近接している。八百七十六年、豊平川下流方向にまこまないと上野山花を、連絡する官営の都線上があり、石山で採石された。 札幌南医師を乗せた馬車などを船で渡すために設置された。1881年に明治天皇行幸のため種塗りの仮橋を設けたが、翌年流出した。その後、マダラ船場という渡し場が設けられた。大正時代にはモイは上の橋あたりに移設された。1932年に10。 連続コンクリート製桁橋が架けられ、1954年には日米安全保障費によって改築された。なお、新しいホロ・タイラ橋も同日に開通した。1969年の札幌オリンピック関連事業の一環として新たに、豊平川下流約300メートル地点に、現在のモイワ橋が架けられ、当時は新モイワ橋とも呼ばれた。急は取り壊す予定であったが、 マコマ内へ通じる最も近い道として地元から市議会へ陳情が提出されて人道橋として残されることになった。ところが1973年10月27日に豊平川が増水したことにより橋が破損してしまった。その後の対策として当時建設中であった自転車道ルートに活用する案が持ち上がり河川管理上の規格に沿った自転車歩行者、 専用橋に掛け直されることになった。橋は1975年2月に完成し、モイは上の橋と名付けられた。ありがとうございます。